2405号メーカーによるデモンストレーター機。レールパワー GG20 バイトはレールパワーテクノロジーズ製のハイブリッド機関車である。車軸配置 BB のスイッチャータイプである。グリーンゴートというメーカーによる愛称がある。本校ではプロトタイプとなった GGS2000D についても述べる。GGS2000D は2001年に プロトタイプとして完成した。ロードナンバーとして RPRX2001 が与えられ、エメラルドという愛称も与えられた。後のレールパワーシリーズ各社と最も異なる外観上の特徴は、ロングフードが後継車種の半分ほどの低さであり、かつ長いことである。これは後継車種より発電セットが小型であり、容量の小さな制御弁式バッテリーを装備している。 ためである。発電セット用のディーゼルエンジンは、当初は90馬力のものを装備していたが、後に130馬力のものに換装されている。バッテリーによる電力との合計出力は2000馬力である。フード側面に、グリルの類はなく、上面に、バッテリーの開放口があるのみである。GG20 バイトは、発電セット1機とバッテリーを搭載した機関車である。 エンジンとバッテリーの出力比は1、2となり、バッテリーからの電力供給がメインとなる。そのため、レールパワーはこれを、バッテリードミナントハイブリッド方式としている。ロングフード内を3等分するような割合で、運転室側から、バッテリー、バッテリー、発電セットという順で収められている。搭載する、ディーゼルエンジンは必要に応じて2 0 0ットから、 5 0 0ットのものを搭載する。バッテリー容量は1 2 0 0ア,ア時である。レールパワーテクノロジーズによれば、エンジン自体の環境性能と必要に応じて、エンジンを停止することにより、燃費を40から60%改善するとともに、窒素酸化物と粒子状物質を80から90%低減し、厳しい基準で知られる。 カリフォルニア州大気資源局が定める、機関車の超抵抗外排出ガス基準に適合する、ほか、粘着圏引力の増大やメンテナンスの省力化も、図れるとしている。ティアーに対応の新型スイッチャーの価格が130万ドルほどであるのに対して、ティアー4にも対応できるであろう。本形式は、種車を5万ドルとした場合、92万5000ドルである。 完全なる申請ではなく、老朽車両のリビルドで製造する。種車から流用するのは、台枠、台車、駆動用モーター、連結器砂、三機などの、いわゆる下回りであり、フードなどは申請する。運転室は、流用することも、申請することも可能である。種車は、M 度の GP38、または、GP9 がほとんどであるが、 ユニオンパシフィック鉄道は GE 製の機関車を用いることが多い。2007年カナディアンパシフィック鉄道の1704号が燃料電池車両として試験的に改造された。納入先は BNSF 鉄道で1205号となった。燃料電池システムは燃料電池推進研究所と BNSF 鉄道が開発したもの。 燃料電池出力は 250kW 相当で、当初はロングフード上部に、後にロングフード内の発電セットがあった部分に移設されている。車体下部の燃料タンクは撤去されている。ありがとうございます。